ビバップハイスクールカウコヨタロゲイデン。愛徳高校に変な転校生がやってきたのであった。マルムです。皆さんよろしゅう頼みます。いじめんといてくれよ。俺も半端でやってるわけじゃねえからな。自分はこの頭をポリシー持ってやってますから。ああ探しちゃったのよ、ラナランラン。お互いくれたもん同士、実は知り合わねえとな。俺とやんのか。どうだ。ところでおめえら、金欲しくねえか。バイトあんだけどよ、金魚売り。金魚っつってもな、天秤棒でこう担ぐやつじゃねえぜ。あんだろうが、こんな金魚の形した醤油入れるやつ。あれによ、水で溶いた霊のやつよ。ピュッピュッとこう入れてよ、金になるぜ。やんねえか。なんだそりゃ。足の話を聞いちゃもらえませんか。俺はな、2年前までこの辺に住んでたんだ。五中で番当てた狼の丸っていや大概知ってるぜ。一方その頃、退院おめでとう。柴田西じゃねえか。しょうがねえな。いいだろう、今日は大サービスだ。ついてきな。どうもどうも、橘の菊永です。よう、どうも。青い顔してるじゃねえか。ここでこうして出会ったのもなんかの縁、一つ僕にも恵んでくださいよ。よし、まあいいか。こういうもんは祭りだ。大勢の方が盛り上がるってもんだ。橘の大将に頼まれちゃやとは言えねえもんな。ついてきな。やったー。おいこら。あ、渋いね。なんだおら。裏回ってくれ。渋いね、この人。元気がいいね。おこら、何やってるんだお前ら。あいつら高校6に勤まらんで退学とか無期定額食らってる連中でな、最近つるんで暇つぶしにちょくちょく悪さひでかすから見回っておったのよ。お前ら連中とどういう関係だ。おい、お前ら学校の頭が揃ってどこへ行くんだったんだ。え、聞くなか。交番です。交番か。つるな。お前らあんまし警察舐めたらぶっ殺すぞ。鬼島さんもこの前川君に駒恵んでもらったらどうすか。どこのクソだ。それが立花の菊永みてえだぜ。菊永？やばいなそれ。なんでその4人が一緒にいたんだ。何
何が食うのやつさ。ふざけやがってクソは。りょうちゃん、よそから来たから分かんねえんだよ。いくらりょうちゃんでも相手にしたら勝てねえかも。この野郎はちょっと悪いとすぐ芋引きやがってよ。やるのか、りょう。冬打ち速攻に決まってんだろ。おめえも相当な悪だな。悪じゃねえよ。俺は互角だ。菊永たちにやられた亮は報復のため動き出そうとしていた。その裏で大嘘をついて後に引けなくなった丸根は、なんとか手柄を立てようと一人で桜ヶ丘高校に殴り込んだのだった。